どうもこんにちは、鈴木ナインの鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は痩せてる畑をすぐ使える畑にしてみたいと思います。はい、今回ね土作りする場所なんですが、はい、こちら、はい、こんな感じ。もう今はねまだいいんですけど、ここ前回もう木がね生い茂ってたんですね。こんな感じで、はい、こんな感じでねちょっと開墾しているというそんな状況なんですが、まあ、ここはですね、長年畑としてはちょっと使われていなかったということで、土としてはね痩せております。じゃあね今回は痩せてる土というのは一体どういう土なのか、どんな悪いところがあるのかという紹介をして、じゃあ土作りどんなものを入れればいいんだということで、まあ、土作りの基本的なお話からですね、効率よく使える畑にするには、いい土にするにはということで、おすすめの資材っていうのがありますんで、今回は最後にその資材について紹介して終わりたいと思います。ではまず痩せてる土っていうのはどんな土なのか、どんな悪いことがあるのか、そしていい土の条件3つ、それを紹介していきたいと思います。はい、ではまずですね、痩せてる土っていうのはどんな土なのっていう、どんな特徴があるのって、まずそこから紹介したいと思います。まあ、痩せてる土っていうのは僕の今後ろにある感じです。まあ、いわゆるね、畑の放棄地とか、あと砂地ですね。まあ、砂地はね、まあ、痩せてるって言えば痩せてるんですけど、野菜作りにとってはそこまで問題はないです。まあ、ただね、痩せてるっていう表現で言うとちょっと当てはまるところがあるんで、それも紹介していきたいと思います。で、痩せてる土には2つのポイントがあります。で、1つ目、これはですね、団粒構造ができてないと言えます。カチカチの土でね、いい野菜ができると思いますか？野菜って栄養分とか水分どこで吸いますか？根ですよね。その根がカチカチの土で出てくると、そういうイメージできますか？できないと思います。土がカチカチだとね、根ってあんまね出てこないんですよ。ふかふかな土の方がねやっぱ出やすいです。はい、では痩せてる土のポイント2つ目、肥料をどんだけやっても効き目が低い。いわゆる肥料持ちが悪いっていうね、そういう表現になります。砂地がこれに当てはまります。肥料がね抜けてきやすいっていうね、そういう特徴があります。はい、で痩せてる土のポイント2つありましたね。で、土がカチカチで肥料の効きも悪い、こんだけあったらね野菜うまく育つと思いますか？育たないです。まあ、例えばここの放棄地で普通にやってもですね、野菜はうまく育たないし、もちろん収穫も量も質も悪くなります。で、今から紹介するんですけど、ここにいろんなね資材、土作りをねしていく必要があります。ただ普通に土作りをしてもですね、すごい時間がかかります。土作りは3年かかる、人によっては5年かかるなんてね言われたりします。なので手っ取り早くね土を改善していこうというところで、土作りの基本的なお話をしてから、効率的にねいい土にするための資材を紹介、今からしていきたいと思います。ではまずいい土の条件3つ紹介したいと思います。いい土のポイント3つあります。それがこちら、はい、生物性、物理性、化学性、この3つがいいのがいい土の条件とされております。いきなり生物、物理、化学、いきなり高校の授業かよ。ねえ、こうやって書くとなんか難しく見えますよね。はい、ただですね、ここをね押さえておくとね、土作り結構イメージしやすくなりますんで、どういう資材使ったらいいかっていうのがねすぐ分かるようになりますんで、まずここをね押さえていきましょう。先に言ってしまうとですね、これ改善してくれるのはですね、堆肥たちなんですね。牛糞堆肥とかバーク堆肥とか、まあ、あと腐葉土とかも入ってくるのかな、鶏糞とかね、はい、そういう堆肥があるんですが、なぜ農家さんは堆肥を入れているのかね、たくさんの量入れてると思います。なぜ入れてるのか、この3つを改善してくれるからなんです。じゃあこの3つどういうことなんだっていうことで、今から紹介していきます。はい、物理性、もう言葉そのものです。土が不可解になるっていうことです。土がカチカチだとさっきも言いましたけど根があんま出てこないっていうところで、ふかふかだと根が出てくる、たくさん出てくるというところで、この物理性をね上げることで土が不可解になっていい野菜ができますよということです。で、この物理性っていうのがですね、どうやったらできるんだっていうことでね、ただねこうやって土をこうはっへっせっせと耕せばいいっていうものではありません。堆肥などを入れる必要があるんですね。はい、じゃあなぜ入れる必要があるかっていうことなんですが、堆肥をね入れる、そうするとですね、土の中の微生物たちがね、それを餌にね活発にね動いてくれます。そうするとですね、
その微生物がね、腐食っていうものをね作ってくれるんですよ。この腐食っていうのがね結構キーワードになってくるんで、ちょっと覚えておいてくださいね。じゃあこの腐食何がいいんだっていうことなんですが、この腐食っていうのがね、いわゆる糊みたいな、働きをします。そうするとですね、土をねいっぱいくっつけます。はい、くっついてくれるということで、土のね粒がねいっぱいできます。そうするとその土の粒が、くっついて隙間ができたりします。それが土がふかふかになる、団粒構造ができているという、そういうことにつながるんですね。でこの隙間がねできている、土がふかふかだと水はけがいいし、でこれはねちょっとイメージしづらいかもしれないんですが、水の持ちもいいんですよ。土っていろんな、もう目で見たらわかんないんですけど、細かくね顕微鏡とかで見るとですね、土がこんな風にくっついてます。丸い土が、そこの隙間もあるんですね。でそこの隙間で水を持つ、蓄えることができるということがあるんですね。なので土がふかふかになる、団粒構造ができてるっていうことはですね、水はけがいい、そして水持ちがいい、であと隙間があるんで空気も入る、通気性もいいという、こういうねもう3つが揃ったね、もういいことずくめということにつながります。そうすると結果的に根がたくさん出てくれるということですね。はい、で2つ目の化学性でございます。化学ね、化学がね一番ねちょっと分かりづらいんだよね。もう安心してください、僕一番化学苦手でした。はい、でもここでの化学はそういう化学じゃ化学なんですけど大丈夫です。ここでの化学っていうのは土の中がでどんだけ栄養分を持つことができるかっていうね、そういうことです。イメージしやすいでしょ。土によってもね栄養分を持つことができる土っていうのがあります。まあそれがいわゆる肥えた土、肥えた畑っていう、そういう表現です。逆にこの栄養分をね蓄えることができないっていうのが、まあ痩せた土だよねっていう。あと砂地もそうですよね、栄養分が抜けていきやすい、流亡しやすいなって言いますけど、そうすると、まあ、ちょっと痩せた土だよねってなります。まあ、砂地に関してはそんな風に言わないですけどね、砂地っていうそういう表現になりますけど、じゃあどうやって蓄えることができるんだっていうところなんですが、ここでも腐食っていうのが関係してきます。栄養分が抜けていかないようにくっつくんですね、その栄養分が。その栄養分をくっつけるっていうのが多ければ多いほど栄養分をたくさん蓄えることができるっていうのにつながります。でこの化学性がいいとですね、肥料が抜けていかないので効率よく肥料を効かせる、ね、肥料代が浮くとかそういうことにもつながりますし、あとね逆に入れすぎても濃度障害が起こりにくいです。砂地とかね蓄える力が弱い、そういう土だと濃度障害が起きやすいです。痩せた土だとですね少ししか蓄えることができないんで、すぐ濃度がですね高くなってしまいます。そうなると濃度障害が起きてしまいます。まあ野菜が枯れてしまうなんてね、元気がなくなってしまうというところにつながってしまいます。なのでこの化学性っていうのもね重要になってきます。まあ、これもね堆肥を入れることによってですね、土の中の微生物が動いてくれて、で腐食が増えて、この化学性もアップするということにつながります。はい、で最後です、3つ目、生物性でございます。はい、生物性ね、今話してきたらもう一番ねイメージしやすいと思います。生物ね、何のことか、そう土の中の微生物のことです。堆肥を入れることによって微生物が活発になる、活発になるっていうことはもちろん数も増えます。で数が増えるだけじゃなくて種類も増えてきます。で微生物の種類が増えることでですね、悪い病原菌が増えることも抑えてくれます。だってそうですよね、例えば悪い土っていうのは悪い菌がいっぱいいます。悪い菌がいっぱいいるとですね、まあ、そんだけいっぱい増えてきます。でもいい土っていうのは土の微生物の種類がめちゃくちゃ多いです。なのでいろんなやつがいるんで悪い菌だけが増えるっていうのを結果的に、ね、抑えてくれるんですよ。なのでこの生物性がいいとですね、病気になりにくいいい土って、そういうことにつながります。はい、ということでね、いい土の3つの条件ご紹介しました。はい、これにね全部堆肥が関係してましたよね。そうなんです、堆肥をなぜ毎年農家さん入れるのか、こんだけいい効果があるからなんです。なので土作りする際は堆肥を入れてください。まだ巻いてない、いや今年はなんか堆肥巻かなくていいかなって思ってますけど、すぐ巻いてください。で特にですね、痩せた土、はい、僕で言うとここですね、はい、放棄地ね、で新しくやる場合は必ず入れてください。ただ動画の冒頭でも言いましたが、土作りにはすごい時間がかかる、3年5年かかる。だからここのね畑で普通に堆肥とかね入れて土ただ耕すだけだったら、最初の 1,2 年はねあまりいい野菜はね期待できません。ただすぐにいい野菜を収穫したい、じゃあ効率よく土作りをしたいと思いませんか。したいですよね。じゃあいい土の条件の時に言いました、何が重要でした。そう、腐食です。
腐食さん。じゃあこの腐食さんを直接入れたらいいんじゃねえかって、そう思われた方いませんか。そう、資材屋さんに行ったらね、ちゃんと腐食さんっていうのが売ってるんです。ではですね、効率よく土作りできる資材として腐食さんね、ちょっとご提供いただいているものがありますんで、その腐食さんをご紹介したいと思います。それがこちら、ケイドプレミアム、天然素材 100%、 わずか2袋で完熟堆肥1トン分の腐食さん効果、磁力回復、裏面がこんな感じ、磁力の増進、飛行の向上、根の活性化。はい、こちら品質基準なんですけど、これがね結構ね高いんですね。一般的な腐食さんのそういう資材よりね約 30% 近く多いそうです。業界最高クラスということで、でこれね品質に自社基準を設けてるそうでして、はい、分析センターでちゃんとねチェックしてるんですって。はい、これね普通ね他の会社とかやらないんで、うん、結構これは安心かなと思います。で主な特徴はこんな感じです。まあ、さっきも言ったんですけどね、いい土の3つのことですね、これをねよくすることが書いてあります。で、使い方はこんな感じですね、野菜であれば45キロから90キロ、まあ主に3袋から使ってくださいねということだそうです。で中身はこんな感じです。まあこんな感じでね、粒々で肥料感覚で撒けるんでね、すごい楽です。実際ねこれを使いながら、ここ今から土作りしていきたいと思います。であとね、実際に農家さんに使ってみたいという声がいただいたんで、そちらのね土作りの様子もねお見せしたいと思います。ではご覧ください。あそこの開墾地には堆肥類はこれだけ巻きます。まあ下から行きますとね、牛糞ですね。はい、土作りの基本となる牛糞、今まで使ってないですけどバーク堆肥ですね。バーク堆肥はね、牛糞よりも土作りの効果が高いと個人的に思ってます。木の皮で作ってる分そんだけねちょっと大きいんで中のやつが、はい、なのでまあ水はけの改善に関してはこっちの方が高いかなと思ってます。はい、であと鶏粉ね、はい、鶏粉も堆肥なんですが、これは土作りというよりはまあ栄養素の補給という面で入れたいと思います。じゃあ入れていきます。じゃらーん。はい、こんな感じで、畝立てが終わりました。まだね、たくさん位置が落ちてるんで、こういうのはね、取り除いて、ナッパ類をね、種まきしたいと思います。でちなみに右側が、ケイドプレミアを巻いた方。残りの半分は巻いてない方です。どんなね、生育の違いが出るのかっていうのを、まあ、今後見ていきたいと思います。じゃらんと。まあ、僕の近所の農家さんの村上さんでございます。まあ、僕だけじゃなくて、もう一人の、農家さんにも土作りで使ってもらって、ここには何の野菜をやる予定でしたっけ。これ一応キュウリとパクチーをやろうかなと思ってます。はい、キュウリとパクチーということで、では今回ちょっと土作りの方、まあ、巻くシーンだけだと思うんですが、ちょっとやってってもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。いきます。村上さん、土作りは基本的に何をされてるんですか。まあ、牛糞一旦あたり2トン入れたり、はい、あとトルゴで緑肥やってみたり、あとこういう
腐食の入った資材を巻いたりしてます。毎年土壌診断してその結果に応じていろいろやるって感じですね。なるほど。やっぱり腐食っていうのは気にされてるっていうことですか？そうですね、やっぱ大事なんだろう。保肥力 EC 高めるぐらいかなっていう。ああでもまあ何を重きを置くかですよね。確かにそうですね、その EC も高めてくれるし、やっぱちょっと土作りこだわってるっていうかちゃんとされてるというか、はい、ということで、もうちょっと僕は今歩いてみてめっちゃふかふかだなと思って、多分ソルゴが入ってるからかなと思って、かもしれないですね。そう、もうこれ起こしてから、うん、はい、1ヶ月以上経ってると思うんですけど。ああ、じゃあやっぱすごいですね、効果が。はい、ちょっとふかふかすぎてカメラがブレるかもしれませんが、ソルゴをやると土にとってどんないいことがあるんですか、ね、やっぱ土柔らかくなるというか、はい、あの根っこが下まで伸びるんで、ああはいはい、岩盤を砕いてくれるんじゃないかなと思って、はいはい、藁とか引くじゃないですか、はい、まあ、それの代わりって感じですね。なるほど。まあじゃあせっかく畑が空いてるんであれば、そういうあの緑肥になるやつを畑で育てて、でまあ冬になったら枯れてきた頃に突き込んで土作りに生かすというのも一つありですね。そうですね、うん、はい、ちょっとね今巻いてもらってるんですけども、ちなみにですねこっち側に 2,3 畝ほどキュウリが植えるということだそうです。で残りは全部パクチーになるということです。で今回ね収穫時期にですねどういう差が出るのかっていうのもちょっと見たいので、分かりやすくするためにキュウリの方は、まあ、一畝かな、多分キュウリはこっちで、パクチーは向こうね、その両脇一畝分ぐらいだけちょっと巻かないところを作って、まあ、収穫時期にちょっとね比較をしてみたいと思います。ちなみにこういうケイドプレミアムとかそういう資材っていうのはどうですか、商品として。やっぱり牛糞を2トン巻く労力と比べてこれを 2,3 袋巻くだけでいいっていうのはものすごい労力削減になります。ちなみにこの畑だとどうやって巻いてるんですか、なんかトラックとかで。そうですね、巻いてもらう、トラックでガサーンとやってもらって、それをスコップで手でやってるんで。あ、やっぱりそうですよね、半日かかりますね。はい、これだったら、ね、肥料みたいに巻けるから、うん、だいぶ楽っすよね。あと均等に巻けますしね。ああ、そうですね。なんでね畑がね広い場合とか堆肥類巻くのが大変な方はこういう資材を使うのも一つもありかなと思います。はい、という感じでいい土の3つの条件、そして痩せた土には腐食を入れろと、そういうお話でございました。はい、でねあそこね、はい、開墾したところ、まあ、予定としてはね、ナッパ類をねやろうかなと思います。小松菜とかねそういうのやろうかだと思います。であっちねまだ一畝しかできてないですけど、あちらでは、大根やりますんで、であとね村上さんにねキュウリとパクチーの畑に使ってもらったんで、その頃のね収穫時期、はい、まあ夏ぐらいになるかな、はい、その頃にまた、まあ、どうなったかっていうのを、巻いてあるとこと巻いてないところでね比較してるんで、まあ、その様子をねまた動画でお届けしたいなと思います。はい、ちなみにケイドプレミアムですね、まあ、特にね痩せたところであったり、あと砂地ですね、でそういうところだと効果が出やすいですよと、そういう話もしたんですが、実際ねその試験データがあってこんな感じで、はい、まあ、赤玉と砂を混ぜたところで育てたら、まあ、こんだけ差が出たよっていう、まあ、そういう試験データもあるそうなので、腐食さんっていうそういう便利な資材ありますんで、よかったら使ってみてください。ちなみにこれ値段がだいたい3000円ぐらいだそうです。まあね、店によって多分値段変わってくるんで、まあだいたい3000円前後っていう風に覚えてください。で一応ね家庭菜園用でねちっちゃいのもあるんですけど、それすんごい割高になるんで、できれば僕もね大きいやつの方が全然いいかなと思います。買える場所は JA さんとか肥料屋さんで買えるそうです。まあなくても取り寄せできるんじゃないかなって思います。まあ本当にね詳細は概要欄に貼っとくんで、よかったら見てください。というわけで今回は土作りとね、まあ腐食さんのお話でございました。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。